中年オタッキーです。今年もね、残りわずかになってまいりました。今年の冬は相当寒くなりそうですね。まあある意味ね、雪の写真を撮るチャンスです。普段ね、雪がね降らないような地域でも雪が降る、雪をね撮るチャンスなんでね、雪の写真はね、降ってる時にフラッシュを焚くとね、雪、降ってる雪がバーンと映り込んで良かったりもします。特に夜ですけどね。まあいろいろ試してみたら面白いと思います。はい、今日の動画はそんなわけで、どんなわけなのかな。今日の動画は、このカメラでちょっと遊んできました。これね、以前から持ってることは持ってるんですけど、徳島市のね、中山カメラさんで、もう一台買ってきたんですよ。まあ良さそうな、個体だったんで買ってきたんですね。以前から一台持ってるのは、骨董品屋さんでね、壊れてるからって言って、タダでもらってきて、それが動いて使ってるんですけど、これはね、一応シャッターは稼働してるやつを買ってきました。それでは動画スタートしてまいります。はい、今回ね、使用したカメラ、キャノネット QL17G3 って以前から言ってたんですけど、キャノンのね、カメラミュージアムではね、キャノネット G3 になってますね。どうやらキャノネット G3 っていう名前が、正解みたいですね。で、発売されたのがね、1972年のね、3月、昭和47年ですね。価格がね、29,000 円だったみたいです。で、G っていうのはね、品質の向上を表すということで、グレードアップの G で、3はね、初代キャノネット、ニューキャノネット、ほんで 3世代目っていうことでね、G3 ってそういう風に名前になったみたいですね。シャッタースピードはね、4分の1秒から500分の1秒まで、最小絞り16、開放で1.7 という明るいレンズがついてます。40mm のね、F1.7 ですね。で、レンジファインダーカメラになります。ブライトフレーム、最高式ブライトフレーム、パララックス自動補正付きで、まあ、基本的なところはね、結構押さえてあります。キャノネットはね、初代からね、パララックスは自動補正なんですけど、あんまり当てにはならないんですけどね、視野率はね、もう 100% をはるかに超えています。フレームの外まで見えてるっていうやつですね。これはまあレンジファインダーカメラのまあ特徴といえば特徴なんですけど、でレンズの構成はねちょっとわかんないんですけどね、キャノネットシリーズね全体的にねこのヘみたいな構成のレンズ、ヘみたいになって言ったら悪いんですけど、枚数で言うと多分ね4枚玉ぐらいじゃないかな、数えたことないんですけど多分4枚玉ぐらいになると思うんですね。で結構それでねいい写しするんですよね。まあ、カラーで撮るとちょっと独特な発色にはなってエモい感じになりますけど、モノクロではね解像度が非常に、よろしいレンズになります。で、まあ、古いレンズなんでね、逆光耐性はねもう全然ダメで、おまけにねこのキャノネットはね、中玉がちょっとカビてます。キャノネットもう一台持ってるやつはね、前玉がカビてるんですよ。で、分解してね、そのカビを清掃しようと思うんですけど、僕が持ってるカニ目でこいつ回らないんですよね。この化粧板のね、構造がちょっと特殊でね、この押さえる、その、なんていうんですか、ネジとかリングが埋まり込んでるんですよね。だからちょっと特殊な形状をしたカニ目レンチじゃないと回らないんで、まあ、そこまでね、ひどい状態ではないので、これはこのまま使用しました。でね、まあ、モノクロ写真撮ってきて、まあ、試写なんでね、あんまり高いフィルム使えないということで、ケンタメアの400でね、今回は、撮影したんですけどね、こいつね、なんか、この個体だけみたいなんですけどもね、フレームがちょっと傾いてるんですよ。で、分解してみたらね、
その最高式ブライトフレームのね、その最高枠がもうそもそも傾いてて、これはどうやら新品の時からフレームが傾いてるみたいです。でね、それ全然気づいてなくて、撮ってきた写真全部フレームちょっと傾いてたんで、それは全部ね、iPhone に取り込んでね、編集でちょっと傾斜を全部戻してやる作業が必要になりました。つまりこのカメラね、その以前持ってた人はね、多分ね、そのフレームこいつ傾いてるなっていうのに写真の上がりで気がついて、その修正加えて撮ってたと思います。昔のね、その道具とかね、機械とかってね、自分なりにね、そのコツを掴んでね、こうやった方が綺麗に撮れるとか、まあ、そんな感じのね、使い方をしている人、多分多かったと思うんですけど、現代のね、完璧にね、なんていうんですか、完璧なクオリティで、作られてるものに比べるとね、そのコツが必要になるっていうね。まあ、さっきも言いましたけどね、フレームの外まで見えてる。これフレームの外まで見えてて、パララックスって言ってね、このレンズで撮影するんですけど、ここから見ているということで、中心が違いますよね。で、被写体の距離、によって、フレーム通りに写真が映らないと。で、パララックス誤差って言うんですけど、で、一応ピントを合わせるとね、そのフレームが動いてね、その誤差を修正してるつもりなんですけど、全然完璧じゃないんですよ。全然精度出てなくて、これのもう一台持ってるやつでね、一回家族写真撮ったらね、嫁がね、真っ二つにフレームアウトして、体半分フレームアウトして、なんでこれ切れてんのって怒ったんですけど、まあ、この時代のね、そのパララックス自動補正っつったって、そんなに精度は当てにできないんですよね。で、この手のレンジファインダーカメラで撮るときは、もうそこまで考えて撮らなきゃいけないんですよ。そうしないと怒られます。まあ、僕のね、ちっちゃい頃のね、親父が撮った写真もね、僕が真っ二つになってるやつが実はあるんですけども、昔のカメラはね、こういうノリなんですよね。まあ、レンジファインダーカメラはね、どうしてもね、一眼レフカメラと違ってね、フレームがね、完全に信頼できないんで、まあそういうね、人を撮るときはね、ちょっとね、集合写真とかちょっと余裕を持たせて撮らないと、一番端っこの人が真っ二つになったり、消えてなくなったりするんですよ。まあそんな無駄な話はどうでもいいんですけど、このカメラでね、撮った作例、とりあえずね、撮ってきました。今回使用したのが、モノクロのケントメア400で、撮影してきましたんで、そちらの作例をちょっと紹介してまいります。はい、作例を紹介していきますけどね、今回使用したフィルムね、ケントメア400で、まあ、そこそこにね、やっぱ400なんでね、流浄感が出ていますが、結構ね、ハイコントラスト目で撮れる、感じで、これね、いい感じでね、仕上がるんでね、結構好んで使ってます。まあ、トライ X もいいっちゃいいんですけどね、ケントメアもなかなかいいですよね。安いですしね。ちょっとこの間値上がりしてしまいましたけどね。まあ、昼間撮るとね、まあ、こんな感じで、流浄感も出るんですが、まあ、そこそこのコントラスト、いい感じで撮れてると思います。今回たくさんね、作例出していきます。まあ、結構ね、いい感じで、映ったのがたくさん。で、なんで400のフィルムを使ったかっていうと、やっぱり夜が長い季節なんで、これ夜撮れるっていうのがね、400で、F1.7 のレンズだとね、60分の1ぐらいでこういう写真が撮れたりするわけですね。100だとね、もう15分の1ぐらいになってしまうんで、ちょっとしんどいんですけど、で、まあ、このようにね、レンズの話になりますけど、レンズはね、このように、もう解像度はもう抜群です、こいつのレンズ。見ていただければわかると思うんですけど、もうキレッキレに映ってます。モノクロで撮るにはね、本当にいいレンズ。キャノネットシリーズね、モノクロで撮るのはね、もう、いい感じで撮れるんで好きなんですけども、フォトライブの中田師匠なんかはね、リバーサルで撮っちゃったりするんですけどね、リバーサルの写真、リバーサルでこのカメラで撮ったことはないんですけどね、いい感じだよっていう、結構いい感じなんで使ってみたらいいっていう、リバーサル使ってみたらいいっていう、話なんですけどもね、まだね、使用するまでには至ってないんですけどね。
まあこんな感じなんですけど、今回ね、その前回の動画でもね言いましたけどね、レンジファインダーカメラの楽しみ方ということでね、まあ一眼レフカメラで撮った方が断然楽なんです。それは楽なんですけどね、なんて言ったってね、ピントが合ってるか合ってないかファインダーでわかる。ファインダーの視野率がほぼ 100% に近いのでフレーミングが簡単である。シャッタースピードが1000分の1まであるとか、まあいろいろありますけど、じゃあなんでレンジファインダーで撮るのかと、ね、いうことになるんですけどね。まあ、レンジファインダー、このぐらいの時期の、レンジファインダーカメラって、だいたい全部単焦点レンズがついてまして、で、一眼レフカメラに比べるとね、フランジバックが非常に短いんですね。で、まあ、しょうもないレンズでもね、解像度が高い、ということと、あと、その、安っぽいレンズで使用しているがために、レンズの構成枚数が少ない。レンズ構成がね、少ないとどうなるかっていうとね、一般的にね、その、多分たくさんの人が思ってると思うんですけど、レンズは枚数が多い方がいいんだと。50mm のレンズだったらね、8枚玉ぐらいがね、高級レンズだってね。まあ、確かに高級レンズは高級レンズなんですよ。周差、色周差とかを収めるのにね、枚数を増やすのはね、いいことなんですけどね、枚数が少ない方がね、キレのある写真が撮れたりするんですね。それはもうテッサー見りゃわかりますよね。ドイツのテッサー、カールツライスのテッサーね。まあ、エルマーもそうですけど、4枚玉なんですね。4枚玉だと、そのキレのいい、写真が撮れるレンズが作れる。で、まあ、テッサーはね、世界中でね、コピーレンズがたくさん、作られましたけどね、オリンパスペンとかもね、テッサータイプのレンズで4枚玉なんですけどね。まあ、4枚玉、こういう構成で、キレのある写真が撮る、この普及型のね、カメラ、レンジファインダーカメラね、古いながらもいい写りなんですね。まあ、写りがいいっていうのが一つ。まあ、これは初代キャノネットですけど、写りがいいっていうのが一つ。でね、デザインですね。非常にね、可愛いというか個性的なデザイン。ですよね。まあ、これ今回はね、マミヤのメトラさんも登場しますけど、これ以前の動画で、オートメガネ間違って紹介した、メトラですけどね。まあ、これがね、非常にね、デザインがね、めちゃくちゃにかっこいいっていうね、このタミヤさんのやつね。タミヤさんネタで盛り上がったカメラですけど、もうデザインがね、素晴らしい。もう工業製品としてね、これはもう先日いただいた後、メトラ2になるみたいですね、これね。こっちが後から出たやつですね。これもね、非常にね、部品がね、すごい、凝った作りでね、デザインがいいんですね。これ昭和ね、30年代から40年代のレンジファインダーカメラっていうのはね、すごく作り込みがいいんですね。まあその辺がいいと、まあファインダーが明るいとか、メリットはいろいろあります。でもデメリットももちろんですね。シャッタースピードがだいたい500分の1、下手すりゃ300分の1ぐらいまでしか切れないカメラが多い。で、そのフレーミングが難しいと。まあライカ使いの人は特にね、よく言ってると思うんですけど、一眼レフは簡単すぎて面白くない。フレーミングをね、考えないとライカいけないわけなんですね。まあ、ライカだけじゃなくて、レンジファインダーカメラ全部そうなんですけど、その、考えて撮らなきゃいけない。一眼レフカメラは、特に AE 機なんかだったら、もう何も考えずにピントだけ合わせて撮れるっていうことになるんですけど、レンジファインダーカメラはピントも合わせなきゃいけないし、露出も決めなきゃいけないし、見えた通りのフレーミングでは、フレーミングが変わってしまうと。まあ、その辺まで考えなきゃいけないんですけど、それだけにね、うまく撮れた時がね、嬉しいんですね。よっしゃ、うまく撮れたっていうのがね、もちろん失敗も多くなるんですけど、失敗があるから成功が楽しい、嬉しいわけで、成功して当たり前だったらそれが普通になって何も面白くないんですね。そんなわけでね、そのレンジファインダーカメラ、まあ、見た目にもいい、写りもなかなかいい。で、その露出を決めたりするのがね、難しいから、その考えて撮らなきゃいけないんで、そこが楽しめる。じっくり写真を撮る。フィルムがね、高い時代になってきてますし、あんまりバンバン撮ってもね、後でね、フィルム代がヒーってことになりますから、じっくり楽しむという意味ではね、レンジファインダーカメラすごくいいんだと思います。で、今回ね、この出したこのキャノネットの G3 はね、非常に高価です。これね、もう状態がいい
いいものだったらね、特にブラックボディなんかも3万円ぐらいいくんじゃないかな。シルバーボディでもね、状態がいい、露出系がちゃんと動いて状態がいいものだったら万を超えていくと思うんですけど、もうこいつはね、ちょっとあの難ありなんでね、2000円だったかな。なんですけどね、まあ、人気がないモデル、例えば、ミノルタのね、ユニオマットシリーズとか、AL とかね、まあ、その辺もそうですし、まあ、コニカはね、全体的に高いですけども、ヤシカエレクトラも高いんですけどね、まあ、その辺、まあ、ヤシカエレクトラもレンジファインダー、カメラです。あれはね、AE が入ってますけども、まあその安いモデルをね、安いモデルも一応ありますんで、もうミノルタのユニオマットとかだったらね、500円とか下手したら1円で落札も可能です。まあ動くかどうか、まあ微妙になってくるんですけども、基本的にね、このぐらいの時代のレンジファインダーカメラは、全機械式になりますんで、分解ができる人だったら自分で修理もできますし、で、ハードオフとかのね、ジャンクコーナーにも結構並んでたりするんですね。まあ、日本橋のね、カメラ店とかのジャンクコーナーでももちろん並んでるとは思いますけど、で、そこで動作確認できるものであればね、シャッターを切ってみてね。まあ、やっぱ基本的にはシャッターです。絞りのね、粘りはね、もう絞りを開閉するだけで確認ができます。一眼レフカメラはね、その絞りがね、瞬時に開閉するんで、絞りの粘りも確認しなきゃいけないですけど、レンジファインダーカメラは絞りの粘りを確認する必要は基本的にはありません。でね、シャッタースピードをね、まず、バルブにします。バルブにしますね。んで、まあシャッター切りますよね。シャッター切れてるんですけど、ここでね、絞りを変えてやるんですよ。この中を覗きながらね。で、これでね、もう絞りが動いてたら、もう基本的に絞り膜は OK です。で、シャッターはね、もうシャッター膜が粘ってるかどうかはね、シャッターが切れるかどうかでね、判定すればいいけど、シャッター速度をね、どんどん変えてね、すべての速度で正常に切れるかどうか、だいたい500分の1ぐらいで切れてるかなとか、まあ感覚でいいですけど、500分の1に合わせてるのにジャッジャッとかなるのはもう明らかにおかしいじゃないですか。500分の1って言ったらね、もうチャッと切れるんでね、こんな感じでね、点検してね、買えばいいなと思いますね。ジャンクコーナーで、買ったものだったら大体は、ファインダーが曇ってたりとか、見えが悪かったりしますけど、それはもうカメラごとにね、その分解方法結構簡単です。例えばこのキャノネットのね、QL17、キャノネット G3 だとね、この、フィルムのね、巻き上げハンドルをもう中に切り欠きがありますね。ここにね、ドライバーとか突っ込んでね、ほんでこのハンドルを半時計回りしたら、そこにこれが外れるんですよ。で、このフィルムの巻き上げハンドル、この銀色のね、メッキの部分をね、プライヤーでね、掴んでギュッと回したらこれ外れます。で、ネジ3本で、この軍艦部が外れるんですね。で、あとはね、そのファインダーの中をね、綺麗にね、拭いたらいいです。以前の動画でね、モルトの張り替えその他みたいな感じでね、動画作ってます。それをね、ちょっとリンク一応貼っときます。どんな感じでね、レンジファインダーカメラの、ファインダー内のね、清掃をするかとか、ヤシカエレクトロ 35GS を、例にね、メンテナンスの方法を紹介してますんで、気になる方はね、そちらもチェックしていただいたと思いますけど、比較的メンテナンスは簡単です。シャッター周りは難しいことが多いんで、でジャンクコーナーとかでね、シャッターがちゃんと切れてるやつ、レンズのカビとかがあんまりひどくないやつで、ファインダーは自分で分解して掃除したらいいかとか、まあそんな感じのノリでね、選んできたらね、結構安値で、入手できると思います。所有満足度もね、その全金属製で高いですし、もうね、このメトラとかだったらね、もうデザインがね、すごくかっこいいじゃないですか。もうね、眺めてるだけで飽きないですよ。まあね、僕はちょっと変態なんでね。
まあ、僕だけかもしれないんですけど、そのメカメカしいものを好きなね、男の子としてはね、いいカメラなんだと思います。僕、常日頃から結構ね、周りの人にもね、言ってるんですけどね、男には一生おもちゃが必要なんですよ。もうちっちゃい頃はね、ミニカーとかね、その、プラモデルとかですけど、このカメラもね、十分おもちゃなんですね、僕にとってはね。分解したり、組み立てたりね、修理したり、もうね、楽しみは無限に広がっていきますんで、まあそういう意味でもね、その、比較的メンテナンスの作業が簡単であるという意味でも、レンジファインダーカメラおすすめですし、撮影が楽しい、比較的よく映る、コツがいる、まあそんないろんなね魅力を持っているレンジファインダーカメラ、まだね挑戦したことない人、ぜひねハードオフのねジャンクコーナーとかにね行ってね、もし動くような個体があったらゲットしてきて写真を撮ってみてはいかがでしょうか。じっくりね写真が撮れるんでね、フィルムが高い現代には、いいんだと思います。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、一都市九さんから2枚来てますね。2枚写真タイトルが、1枚目がおはようございます、2枚目がおはようございますパート2ということですね。もうちょっとかっこいい名前もうちょっとかっこいい名前欲しいですね。カメラはねコンタックス G1、プラナー 45mmF2、RVP100 ベルビア100ですねで撮られておりますね。で作品なんですけどもね、まあもうこれはね、朝夕の写真といえばやっぱりベルビアですね。ものすごい色が出ています。まあプラナー 45mm ということもあってね、秀逸な写りになってますね。コンタックスの G1 いいですね。ただもう高くて全然手が出ないカメラにはなりますがね、結構な値段してますよねコンタックス G1。 故障もねそこそこあるということで、怖いことは怖いんですけど、修理できる業者はいるでしょうけどね、高いカメラだし修理しても使うのはもったいないからね。一都市九さんありがとうございます。次がねポンポコさんの写真で、1枚だな、タイトルがね秋色絨毯ということで、カメラがね富士フィルム X10 ですね。当日の午前中まで銀杏の黄色い絨毯でしたが、午後になって強風が吹き紅葉の葉が一気に落ちて、黄色と紅のミックスしたいい絨毯が完成しましたということですね。確かにこれ素晴らしいですね。光もねいい感じで撮られておりますね。デジタル写真なんですけども、デジタル、まあ富士のねデジタルはとにかく解像度がバリバリに出るんですけどもね、これはまあちょうどいい感じにはなってますね。ただもう一つなんか欲しかったですね。なんだろうな、もうちょっと何か欲しいぞ。もっと寄ったらよかったのかな。まあちょっと難しいですけどもね、色はいい感じで撮れておりますね。ポンポカさんありがとうございます。次が、ガメラさんの作品ですね。視聴者作品投稿しますということで、巷で耳にするベスタンフード外し、という油絵チックに描写する裏技がありますが、ベスタンなんて持ってないのでオリンパスペン ES で真似てみましたということですね。タイトルがこれないのかって、で、ズイタンピント外し、こんなんでいかがでしょうかということですね。フィルムがね、富士フィルム記録用100ということです。で、作品なんですけども、確かにピントが外れております。こういう写真今流行ってるんです。確かにね、言われてみりゃ油絵っぽい写真にはなるのかな。まあ、ES ということでね、ペン ES は、ピント調整が可能になりますんで、まあ、こういうことも、できるんですけども、空がもうちょっと青かったら美味しかったかな。面白いかもしんないね。はい、ガメラさん、ありがとうございます。次がね、のりかずさんかな。のりかずさんから2枚。これ、近くのハードワークで MC6L PF50mmF1.7 のホコリ曇りあるをジャンクコーナーから救出しました。カメラもジャンクコーナーにあった SRT101 一緒に購入して整備後、試写してきました。露出系がダメだったので、山間露出ですということで、タイトル1枚目がね、
緑印かな、緑の影で緑印、2枚目がねもみずる色ということで、カメラは SRT101 レンズ MC6R PF50mmF1.7 フィルムがコダックのカラープラス、100-200か、ということです。あ、違うわ、富士カラー100ということですね、訂正、富士カラー100ということになってます。で作品なんですけどもね、これ1枚目、まあ完全に新逆光なんですけどね、フレアの出具合といい結構いい写真になってますね。虫食いが進んだね緑の葉がなかなか印象的に写っております。で2枚目なんですけど、うまいですねこの写真、紅葉バッグね、のバックに、これお寺さんのね、建物が入ってますけど、空がもうちょっと青かったら言うことなしだったんです。100点満点だったんですが、こういう絵好きですね。なかなか絵心があると思います。のりかずさんありがとうございます。次がね、サムライジャパンさんの作品になるのかな。2枚、1枚目がちょっとピンボケ、光ありということで、カメラオリンパス35、富士ベルビア50、2枚目がね、静けさと孤独、キヤノンデミ EE17、富士カラー100仕様ということですね。これどちらもね、素晴らしい作品になっております。ちょっとピンボケっていうことですけどもね、やや前ピンだったのかな、メインの被写体から。ただね、これ、こういうシチュエーション、これ、上から光が降ってくるような写真、非常にいいですね。僕だったらね、縦構図にして、こんな感じにもするかな。で、2枚目なんですけどね、これも素晴らしい作品になっております。光の反射をね、うまいこと使ってね、いい写真になってます。1枚目の縦構図っていうのはね、まあ、こんな感じね。こんな感じです。はい。サムライジャパンさん、ありがとうございます。1、2、3。これで5名か。とりあえず、ほとんど待機者がいなくなりました。今、待機者2名かな。またね、作品投稿ありましたら、どしどし送ってくださいね。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからはね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、有坂さんね、高校生だったかな、の俺のカメラですね。おたきさんこんにちは。年末でお忙しい中、動画投稿ご苦労様ですということですね。今度は俺のカメラに投稿させていただきます。相棒のニコン F2 フォトミックです。学生のため、こんな高級カメラの動作品など買えるはずもなく、ヤフオクのジャンクを粘り続けて、ついに8500円くらいで購入しました。やってきたニコン F2 はシャッターが降りたり降りなかったりする紛れもないジャンクカメラでしたが、3時間にも及ぶ執念のカラシャッターの末、シャッターが完璧に戻り素敵なカメラがもう蘇りました。露出系は使えませんが、勉強と思えば苦ではありません。最高の相棒ですということですね。いやー、これ iPhone XS で撮影したということですけどもね、やっぱね、フラッグシップ機はね、もう所有満足度が半端じゃない、ずっしり重たい感触とかね、シャッターの切れとかね、まあいろいろあるんですけど、まあ僕のね、これ僕の F2 フォトミックですけど、もうね、シャッターの音もいいですしね、その巻き上げる感触とかもすごくいいんですね。ほんで、このね、僕の、F2 フォトミックもね、ジャンクだったんですよ。これはね、レンズ付きでね、12000円で、一応露出系は動作してましたが、シャッター膜がね、2000分の1と1000分の1が開いてなかったんですよね。で、小寺さんにね、やり方を教えてもらってね、開け方を教えてもらって、シャッターのマークソック調整をして、事なきを得てるんですけどもね。このカメラもね、そのうちメンテナンスに出そうとは思ってるんですけども、まあ、とりあえずちょっと今お金がないんで、このまま使っていきます。今度ね、以前、前回の動画かな。で、
デュプリケーティングっていうのをね、やりましたね。オリンパスの、OM1 でデュプリケーティング取りましたけど、このね、まだありますんでね、今度ニコン F2 にね、デュプリケーティングをね、装填して、こいつね、ISO 感度ね、6まで設定できるんですね、これがね。で、露出系ね、動いておりますんでね、このカメラ。ISO 6のデュプリケーティングを装填してね、F2 で撮っていこうと思います。はい、まあ今日のね、動画ちょっと脱線しましたけど、こんな感じです。もうほんとね、ものすごく寒くなってまして、雪もたくさん降ってね、なんか群馬とか新潟とか恐ろしいことになってますけどね、あの雪がね、降ってる、降雪地の方はね、どうぞね、まあ、ご注意ください。もう、雪下ろしとかしないと家が潰れるぐらいなんか降ってるみたいなんで。でね、次回の動画なんですけども、次回の動画って、ちょっとネタが今いっぱいあるんですよ。まあ、ニコン F2 のカラーネガも撮ってきたし、キャノン F1 のカラーネガも撮ってきたしね、で、ペンタックスのこの SFXN、の写真も取り上がっています。で、現像待ちなのが OM2。よ、絡まってるよ。この OM2 にね、このレンズ。28mm、オート W の 28mm の F3.5 だったかな、で撮ったのもね、もう現像待ちになってます。結構ね、ネタが大量にある。まあ、なんでこんなにネタが大量にあるかって言ったら、そろそろ年末年始なんでね、なんていうんですか、で、ネタ仕込んでおいて動画作っていかないと、年末年始の動画が、なくなってしまうんでね、ちょっとこんな感じでたくさん撮ってるんですけど、まあ、どれになっていくかちょっとわかんないんですけども、多分ね、多分ペンタックス行きます。ペンタックス久しぶりですね。結構ね、どんな写真が撮れたかはちょっとまだチェックしてないんです。現像しただけなんですけど、SFXN の、このね、3570ね、ペンタックスのね、オートフォーカスのレンズ、で撮った写真をね、昨年を交えながらカメラを紹介していこうと思ってます。はい、それでは今日の動画はね、こんな感じになります。最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、コメント、どしどし、お願いします。コメントの方ね、頑張ってね、返していきますんでね、またコメントの方お願いします。で、高評価の方はね、もうこっちと押すだけなんでね、今すぐにでもね、押してもらったら、嬉しく思ってますね。チャンネル登録の方もね、まだまだ増やしていこうと思っておりますので、チャンネル登録まだの方、ぜひチャンネル登録お願いします。最近ね、女性視聴者がね、増えてまいりましたと言っても 1.1% なんですけど、ずーっとゼロで、でね、0.5% ぐらいを推移してたんですけど、最近じりじり上昇してきました。こんなね、大したね、顔じゃないよ、おっさんでもね、女の人が見てくれたら、まあ、嬉しいところです。まあ、写真が好きなんでね、見に来てくれると思ってるんですけど、またね、面白い動画ね、どんどん作っていこうと思いますので、女性の方もぜひ、チャンネル登録お願いします。はい、それでは今日の動画はここまで、次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。